はい、こんばんは。どうも皆さん、こんばんは。今日は11月4日いい推しの日ということで、いい推しの日ですからね。今日知ってますか、いい推しの日って。何、いい推しの日って。本当に語呂合わせなんで、語呂合わせってあれなんですけどね。そんなことになったら私の誕生日はいい歯の日ですからね。11月は毎日がいい日です。さあ本日も開封していきたいと思うんですけど、はい、開封です。ちょっと待って、もう箱潰れてんだけど、待って、やばい、旅から帰ってきたら箱潰れてた。え、ほっぺ赤いって、ほんとだ、なんで赤いの、ここだけ赤いね。なんか自覚症状もないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、そんなことはどうでもよくて、私はどうでもいいんですよ。今日はいい推しの日ですから、さすがに今日引けば当たるんじゃないかっていう、ちょっともうあやかりですね。あやかっていきましょう、そういうものに。はい、ってことで、こちらがこれはですね、先日2日前に福岡でゲットしたものになります。2日前、昨日の話、昨日の話もちょっと分かんなくなっちゃってるんですけど、で、まあボックス買いをしまして、で、なんかボックスの抽選ができるのが登録しないとできなくってですね、ボックス抽選をせずとも、パック買えるのもあってですね、こちらが、マネージャーさんが一緒に行ってくれて、ボックスじゃなくて最大で買えた12パックを買っていただきました。ありがとうございます、嬉しい。ということで、私には1個半という、1個半ですね、ワンボックス半の、推しが入ってるであろうカードがあります。ちゅうことで、まずは、これどっちから引くべきなのかな、自分のから引くべきなのか、先にマネージャーさんの方引くか、どうしよう。マネージャーさんの方にもいる可能性あるしね。どっちがいいと思う、先にマネージャーさんの方。じゃあマネージャーさんの方からいきましょうか。ちなみになんか1個我慢できなくて、1個だけ開けさせてって言われて、私は中身見なかったんですけど、開けてるみたいなので見ていきましょう。うわ、バスコショット、モーリー、お、ウソップ、シャンクス、あ、カバジ、じゃーん、あ、赤髪ですね。はい、なるほどなるほど、まだ1個目ですからね。え、赤いね、めっちゃ気になるからさ、マジックで消して、マジックしようかな。ちょっと待って、目の前にあったから、ちょんちょんちょんってやればいけるかな。やだ、何赤いやろ、マジック。目の前にあったからマジックしました。はいね、なんか書いちゃうのかな私ね。じゃあ次行きます。今日はいい推しの日ですからね。お、いい、幸先のいいサンジ君、まーちゃん、まる子、じゃん、いいよ黄金のギガントで喜びますからね。もうこの2価の
いいですね。一押し。いいじゃんいいじゃん。何枚出てきてくれるかですから、今日はもうこういうことよ。もっともっと、もっともっと出てきてくれると思います。これはもうね、序盤なんで。素晴らしいスタート、いいね。うわ、すごい、ルッチ、リッチー。おー、初めて見るかも、このカードも。やばくない？これ待って、めっちゃいい、めっちゃいい。最近マジでさ、このさ、このシーン見たからさ、嬉しい。これでもゲームのやつか。じゃーん。いやいやいや、まあ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 、まだね、開けていきます。3パック目、じゃん。うわ、まあまあまあ、いいんちゃう。おーい、いいよ。いらん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 けどさ、まあ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 、いいけどね。いいよいいよ、まだまだあるから。うん、はい、マギー玉、あっ、あちのす、うっせろ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 じゃん。ちょっと待って、黒ひげ率今日高いな。待って待って待って、いや、ギガントは出たから、ギガントは出たからね。いや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 まだ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 、ちょっとお願いお願いします。ブルック3時、いいよ。おい、やばちゃん、お、シリュー、じゃん、バギーバギー、苦すぎるとね。オッケーオッケーオッケー、まだありますから、こっからですからね。いい推しの日ですしね。ね。はっはっはっ、来た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 、縄跳び縄跳び。これ、これ待って。これ推しです。これ、推しですからね。よし。お願いします。ロブルッチ。もう文字。来い、あおー、クザン、いいね。クザンはまあかっこいいですけども、おっとっとっと、お願いします。本当に本当にお願いします。うんうん、おでんだじゃんふっ、おー、ローコラさん、はい、あうーん、ミンゴ、ミンゴが宝かと笑っている写真というかカードですね。ちょっと待ってくださいね、いるんですけどね、多分ちょっといる気はするんですけど、またタイミングをね、タイミングを狙ってるはずなんですよ。やっぱり最後の方に出てくるんじゃないかなって。おー、いいよ、おしめ。うわ、スターワン懐かしい。ナミさん、おお、いいよ、ゾロ、いいよいいよいいよ、じらされてるだけ、そう、じらされてるだけですから、これはもう、いてーね、お願いだからね、よろしくね。シャンクス訴える系のやつ多い。ピエール、ウソップ、ロビン、シャ、来い、出た、出たよちょっと待って、来た待って待って待って、おしめ
待って、思ったより早かったけど嬉しい。やった、嬉しい、ありがとうございます。来ました、こちらでございます。やっぱり今日はいい推しの日だな、これは。やばいっす。最高。マジで引いちゃった。しゃ。大事。こういう日に引くのがね。やばい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 。これは嬉しい。最高。やった。嬉しい。嬉しい。もう、もう、もう嬉しい。マネージャーさんの、私の地引きじゃないんだよな、ただ。そうなんだよ。まあ地引きの方にも入ってるってことですから、これ多分きっと。ね。お損じど。いいよ。はっ！ロビーね。ちょっと待って。やばいね。ちょっとまだ余韻が、余韻が。ほら見て。ギャーン！強い。強いね。すごいすごいすごい、嬉しい嬉しい嬉しいよ。じゃあ次いきます。チョッパーペポ、お、かわいいかわいい、いいよ。じゃんじゃん、お、ロビン、じゃん、おー、レイリーのおっちゃん、これでマネージャーさんの分は終了です。マジで、ちょっと待って待って待って、マネージャーさんのはなんかいい感じに引いてるよ。これもう講師面集ですね。いい推しの日ですからね。いやー、かっこよ、待って、嬉しい、本当に嬉しい、嬉しいですね、ありがとうございます。さて、お待ちかね、こちら私がゲットしたボックスになります。これはちょっと怖いんですけれども、順番間違えた説ないかちょっと不安なんですけど、いや、さすがに前回のね、前回見事に押しだけいなかったんですけど、さすがに出るでしょ、これは。引いていきましょう。地引きしたいです、よろしくお願いします。うん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 、おー、うんうんうん、1回目ですからね、まだまだ先は長いですよ。ちょっと引きさせてくれよ、頼んだぞ、サンジ君、チョッピー、ペッポー、いいよ、お、いいよ、はい、えい、待って待って待って、同じのだけど引けたよ、マジで、待って、やった、うれしい、同じの弾けたんだけど、待って早い早い、あのこれ早いです、早いですけど2枚もゲットしました。ダブルゲットなんだが、最高じゃん、やばすぎ、やった、いい推しの日だ、今日はいい推しの日だ、みんな騒ごう、やったー、嬉しい嬉しい、早い、やったー、もうじゃあ終わりますかってぐらいのあれあれ、何枚やってもいいですから、そうです、おしめ何枚やってもいいですからね、この先何枚来ても嬉しいですから、はい、やばいっすね、めちゃくちゃ嬉しい、ルッチまさかすぎる、今日はいいね、引きがサウロ、おお、サボ見たか、これも前の時見たか、
やばい、引きよ。やばいね。やばい。逆にやばい。いいよ、ジンベイ。いいよ。ちのつ。えい、もうじい。もう許しちゃう。アルビナからの、おー、レイリー。このレイリーも強いですからね。一番レアなのはこれじゃないと思うんですけどとりあえずね、ルフィが入ってたら私はもう何でも喜びますから、もうそれは推し面ですから。今日はいい推しの日ですからね。ねえねえ、イエーイ前回よりさ、もうなんかやばいよね。前回の何倍引きがいいのってぐらい。ちょっと待って、全然まださ、自分のパック開けてまだ前半戦なんですけど、めちゃくちゃいいですよ。ちょっとどうしちゃったの。ルック3時いいね。もう麦わらの一味も好きですから、私はもう、はい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 ね。伊蔵さんからのナミさん、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。ルフィ率高め。そう、前回だって全然さ、本当にルフィ以外しか出ないってぐらいルフィがいなかったんだよ。だからさ、出てきてね、いくらでも出てきてほしいな。ねえ、チョッパは。おお、フランキー。なんかポップなフランキーですねフランキーかわいい、ポップなデザインなこと。いいね、いいね、いいね。え、そう、今日めっちゃ麦わら率高めな気がする。わかる、いいよ。ブルックもね、ジョーズめっちゃ出てこない。シリウス、デレシシー、デレシシシー、デレシシシー。いいよ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 。結構無理や。325、いいよいいよ。サンジ君、まだまだあります、まだまだありますから。おお、はサニー号もいいよ、嬉しいよ。おいからの、ほい、おお、うたちゃん、いいよいいよいいよ。まだまだありますからね。まだ何枚でもいいんだよ、ルイ入れてきてくれ。いいよいいよ、きます、うん、え、ミスターワンばっか出ないこれ。あ、今日めっちゃ出てる、ロートコラソン。はっ、まあ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 、そういう時もあると、そういう時もあります。いいよ、めちゃくちゃいい調子です。きっときっとゴルフィーがそろそろ出てくると思いますね。ルッチルッチリッチほう、あ本当に出てきた、本当に出てきた、本当に出てきた、やったやったやった、嬉しい嬉しい。これはあのリーダーカードですね。嬉しい、これこれこれ。前回さこの4人のねリーダーカードとは入ってるんですけど、この後ろ3人は出たんですよ。なぜかルフィだけ出てこなかったの。出てきました、嬉しい、ありがとうございます。あーやん、今日はいい日だ、いい日だね。ジーザスバージェス、やったー、嬉しい、地引きできた。かわいいニカのルフィの、かわいい、最高。今日はいい推しの日ですから、最高。ピエール、ウソップ、ロビン、コウモリやナミさんからのシャンクス。おお、このシャンクスも強いです、強強カード。いいよいいよ、
ルフィ出てくるかな、わらわら出てきてほしいな。何枚でもいいかもね、本当にね。ねえ、岩ちゃん。ねえ。おーい。おーいよ、縄跳びしてる。縄跳びルフィも引きました。よしよしよし。ほい。ああ、ベローナ。まあ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 。縄跳び出てきたんで、いい感じです。やばい、でもなんかもう後半になってる、気づいたら。信じられない、本当に。もっと開けたい。お願いします、お願いします。おーっしゃい、イエイイエイ、キラー、えい、ほっ、あ、いやいや、まあ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 、このね、出てきましたから、こっちのルフィがすごいよ、自分のカードで。待って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 、すごい、ボックスまだね、まだ途中ですけど、すでに5枚のルフィを引いています。私は最高、え、本当にいいじゃん、やったね。ピエール多いな。プリンちゃん、ジンベエ、エス、ロビン、ハ、イアソップ。なんかね、シャンクスね、赤髪はね、まああのルフィが海賊を目指すきっかけにもなった、はい、あの海賊なので、ルフィがね、あの大好きなルフィのことをね、たくさんお世話してくれた海賊なので、はい、いいです、いいってことにしてますが、まだまだ見ていきましょう。マルコ、おし、縄跳び、じゃん、ロビンちゃん、怖い、このロビンちゃん、いや、ちょっと最高だね。今日めっちゃいい。どうした？今日のボックスもめちゃくちゃいいよ、もう。もう満足しているところではあるが、1枚でも増やしたい推しのカード。ロビン多い。ほっ！うらー！うらい！うっす。残り5パック？6パックかな？マジか。あっちゅう間ですかね、もうほんと。おい！イエーイ、いいよ、何枚貼ってもいいかね。ベポー、かわいいね、ベポーもね。クマ、はい、おー、クザンね、いいよいいよ。よし、いきます。おー、これ出してないよね、ゴムゴムの雷、やった、いいよ、今日技多い。お、シャンクス、シャンクスも出てきました、はいはいはい、からのミンゴですね、なるほどなるほど。あと4、最高、イワちゃん、マルコ、シャチアンペンギン、もうしからのじゃん、あ、コアラ、このカードお初かな、もう終わっちゃうよ、最後に出てきてくれてもいいんだよね、そろそろ終わりの時間なの、寂しいよ、ケンジ君、お、やばい、ロシナンテの方だ、うわー、ここでバギーが来た、バギー2連はいいかも。バギーのなんか強いカードそうだよこれ、だってそうなの、面白い、面白いね、バギーの2連はちょっと、なるほど、でもなんかいいカードそう。待って、見事に黒ひげが出てなくない？黒ひげ以外のリーダーカード引いたね、これで。シャンクスと黒ひげが一番、私はこのパッケージの中では一番あれですから。まあ、さすがにまあ出てこないでしょう。ね。ストップ。サーボ。
お、ドンカードだ。じゃん、ゾロ。ほー、本当に出てきてない。黒ひげっていうリーダーカードは来てないね。じゃあこちらが最後になります。あっという間、もうないんだ。結構いいペースで開けましたね今回も。うんうん、お手うせろからのじゃん、もう赤髪全員集合でした。あー、なるほど。いやー、でもいいんじゃないですか今回は。もうね、とにかくそうですね、キラキラのこのルフィが弾けたのももちろんですし、いや、やっと出てきてくれたこのリーダーカードのルフィ、本当にこれ以外持ってたんで、まあちょっと、はい、あとはねこういう技のカードなんですけど、イベントカード多めですけども、全然良かです、全然良かです。これでいい推しの日過ごせました。ありがとうございました。これがいい推しですいいじゃん、8ならまあいいんじゃないのね。いや、これ引けたの良くない？待って、前回にも本当に1枚も入ってなかったじゃんこのカードたち、すごくないか。急になんだなんだ、ほんとあやかった方がいいですよそういう日にね。やっぱりこれがマネージャーさんの方。これさ、2枚もゲットできんの？そんな簡単に。前回入ってなかったじゃん、ずっと言うけど。めっちゃ嬉しいな、幸せです、ありがとうございます。はい、ってことであっという間ですけども開封終了となります。終わっちゃった。全然テンション違うよって。前回は沖縄だったっけ？沖縄で開けたね。そうだ、ゲットして、買った場所一緒なんですけどね、このボックス福岡で買ったボックスなんですけど、そう、全国にワンピースカードのなんかお店みたいな、麦わらストアとか、あのジャンプショップっていう公式ストアじゃない、こう別のカードだけのお店ってのがあって、そう、スリーブのケースも買いました。今回はこの麦わらのルフィのやつの、これに入れてみようと思います。推しメンのコレクションです。はい、都内にもある、あるある、あるはず。でもなんか、そう、ワンピースのカードショ、カードのお店みたいなのも地方でしか行ってなくて、そう、仙台と福岡と沖縄本当にね、出張公演のおかげで行きました。そう、でも結構全国にあって、そのお店が、うん、福岡はキャナル、そう、キャナルシティにあるんですよ。そこに2週連続まさか行けて、早起きしていきましたなんか朝集合時間が結構ギリギリだったんですけど、開店してすぐお店に入ってみたいなことしたら間に合いました。ありがとうございます。ということでカードをね、そうね、こんだけゲットできて、いやー、出張公演のおかげでもあるけど、そうだね、2週連続キャナルシティ行ったね。そうだねもうだから場所分かってるから分かりやすかったですね。うん、ね、ありがとうございます本当にね。東京で逆に買ってないんで、東京って売ってるの？なんか売ってないって勝手に見込んでるんですけど東京でカード買えるのかな。売ってるのあんまり買えない気がするけど、わかんない、あんのかな。ねえ、なかなか買えないですよね。そうなんですよ、手に入らない。なんか見つけたら買おうって、うん、思いまして。いやー、ちょっと今日はいい日だな
うん、そう、来月どうしようかというか、来月っていうかもう今月ですね。待って、気づいたら11月も4日過ぎているということで恐ろしいです。あと4日後にはもう年を取ります。びっくりですね。それもまたそれで、うわー、びっくり。うん、今年ももう2ヶ月。え、それが一番怖くない？何が怖いって。でもいやでもさ、11月に入ったじゃん。本当に今月さ、本当に会えないのよ。本当に会えないけど大丈夫かな。え、大丈夫？大丈夫かな。私も大丈夫か不安なんだ。うん、ねえ、そうなの。今月結構厳しいですね。本当に厳しい厳しい。でもあの来月はね、公演もありますし、本当にね、ここからリハーサルとかが増えてくるんで、あの何かしら準備とかはするんですけど、準備のね、あの段階に入っていくんですけど、そうなの、準備期間って感じ。本当に写メ会はある。本当だね、写メ会はあるからね。あとまあ3日後、4日後、5日後、韓国にも行きますし、韓国2回目ですよ。今年もう一回行けると思ってなかった。今年初めての韓国だったんですけど、カラコンウィンクの時に行ったのがね、まさか今作も行けるとは。これで韓国ファンミーティングやって、こいつんシングルもなんか終わりな感じですね。うん、韓国ってさ、日本より寒いんだっけ。ちょっと寒そう、寒かったっけ、全然わかんないんですけど、寒いとしたらちょっと本当に服がないっていう状況、マジでやばい。最近服がないってなりません？本当になんか急に寒くなるし、そうそうそう、寒そうだよね。結構厳しいです。本当に厳しい。北海道ぐらいは寒いの？え、北海道寒かったね、そういえば。でも、もうびっくりしちゃうんですけど、あのね、九州めっちゃ暖かいんですよ。本当信じられないぐらい、うん、暖かくてね、あれと思いながら、なんかもう今月生か、ここ 1,2 週間沖縄も行ってるし、そうそうそう、だから服が意味わかんなくなっちゃって、なんかもう戻ってきたら冷えてるし、なんか薄着で行っちゃうんですけど、全然ダメですしね、普通に。うん、そうそうそう。いや、福岡は割とあったかいと思いましたけどね、割とまだあったかい方かなって、こっちよりは。でも朝めちゃくちゃ寒かった。今日朝は九州いたんですけど、今日うん、でも私も信じられないぐらい爆睡できるタイプなので、飛行機でいつも到着の音で起きるんですよ。ガタンってなって、ガタンってなるじゃないですか、あの飛行機降りてくる時の、あれで起きる、あれで起きるけど、また寝るんですよ、そっからまた、うん、でいつもなんか起こされて寝ぼすけじゃん、めちゃくちゃ寝ちゃう。そう、飛行機でめっちゃ寝るんですよ。なんかね、そういう隙間時間に寝るのが一番あのね好きですね。でも今回は割と、あ、そう、今日はね、もう飛行機で絶対寝ようと思ってだから、だから予想通りというか、予定通り予想通りじゃない、予定通り。うん、あ、北九州、そう、行きっていうんですか、あの今回のイベントの行きは北九州。そう、北九州空港は1回か2回ぐらい使ったことがあって、実は、うん、あのなんかファン
握手会かな、全国握手会をなんか北九州の方でやったのかな、昔なんかでさ使った気がするんですよね。まあそれぶりにさ、うん、そうそれぶりだったけど、うん、でもあのめっちゃ福岡で一番あの多分遅い時間が北九州だから、そうイベント終わって飛行機乗ったから、それでそう使いました。うん。タワー投げたっしょ今。私は見ていたよ。ケンケン。いい推しの日に推しのいい笑顔を見て元気になるなるした。よかった。推しのおかげですね。ってことでやっぱりいい推しの日は大切ですね。なるほど。学びました。私も推しからあの元気をいただいたんで今。ちょっと2週連続ワンピがお休みで、ちょっとこの月曜日という日にちがの楽しみがちょっと半減していたんですけれども、今日こうしてカードで推しに出会うことができてよかったです。私もちょっとそうですね、私を推しって言ってくれてる皆さんに何ができるのか、なんかないかなって思ってるんですけど、ちょっと何も思い浮かばあ、写真、そうね、写真とかね、確かにね、私はカードで喜びますからね。うん、はい、すいません。いい推しの日、まあそうね、笑顔でいることが一番。はい、笑ってますね、じゃあずっと。あ、スクショタイム、スクショタイム配信でいいんだよ。優しいよ、本当に。そんなこと言ったらさあそんなこと言ったらもう本当に、じゃあ私の推し面と、私の推しと、じゃああなたの推しっていうことで。幸せ、スクショしてね。スクショした、 OK。 勝手に終わらす、ありがとうございます。これでいい推しの日ですね、本当に。したんだ、ありがとう。スクショしたの、ありがとう、ありがとうございます。まあこれといって本当に何もできてないかもしれない、みんなに。そうですね、ちょっと頑張ります。何を頑張ろうかな。今月の目標作りましたか？今月の目標どうしようかな、本当に。いい推しの日載せていいよ別に、フリー素材。現在かき氷を1日1個にする、本当それだ、それだ、それが一番難しいけど、それかも、それにしましょう。それにしましょう。いや本当にね、あの10月解禁してから毎日食べたのもそうですし、もう何やってんの、何やってんのなんですけど、それもそう、2個食べちゃうのやめよう。うん、本当にやめたいです。まあ結構ね、出張先で美味しいものもいっぱい食べて、本当にね幸せ、胃袋が幸せな1ヶ月を過ごしたので、先月は。はい、なので今月は胃袋が程よく満足するようなぐらいにしておきたいなと思っています。
週3がちょうどいいんじゃないって思うじゃん。週3だとね苦しくなってくるんですよ。もう週3なんかね、週3だからこそ2個食べてたっていうのもあるんですよ、先月とか特に。でもあとそう、今日も2個食べた。口が何言ってんだろうって今思ったんですけど、今日はなんかなかなかまた次行く機会が分かんないなってお店とかだと2個食べちゃうんですね。それ良くないなと思って、やっぱもう食べたくて迎えってこと、もう食べたいなら迎え、そんな同じ日に幸せを摂取しすぎるのもさすがにね、過剰摂取は良くないって言いますからあの適度な量でやっぱ行かなきゃかなって思ったので、だから毎日飽きないのって、飽きないんです。私だってね、もう飽きたらいいじゃないって思うんですよ。なんで飽きないの私って自分に対してもあのめちゃくちゃ思うんですけどね、飽きないんですよ。どうしてですか？本当に私も誰か私を止めてくださいと思いながらも、なぜか足はかき氷屋に向かっています。そしてかき氷を探しています。もう本当そろそろ飽きた方がいいと思っています。私だってそりゃそうですよ。さすがに飽きさせてください。飽きたらね、本当にもう少し皆さんが心配にならない食生活を送れる気はするんですけれども、飽きないので厳しいです。それが美味しくて、それで、はい、楽しみにしちゃっている分がありますので、今すぐにそれをなくせって言われても難しいですし、飽きろってなってもなぜか無理っぽいんですよね。はい、そう、まあね、でも分かりませんから。でもね、びっくりなんですけど、去年もかき氷を食べて誕生日を過ごしてたんですけど、びっくりしましたね。これそうなんですよ、びっくりするんですけど、1年経ったんだなっていう一周してたんだっていう、自分のかき氷の写真がいっぱいたくさんこう、はい、なんていうんですかね、撮ってきたんですけど、この1年間だから自分とかき氷が同じぐらいの量なのかってぐらい、インスタの投稿数もかき氷の方が上回ってるなってぐらい、やばい、 SNS やんないといけないと思いながら、待って、もうさ、ユニバから1ヶ月経ったのか、やめてくれ、本当に写真載せないと、自分の写真、なんか最近その日の写真とかその次の日の写真ぐらいでなんか載せてるんですけど、感覚なんか沖縄の写真とかもちょっと撮ったから、なんかインスタに載せたいなって思いながら、なんか言ってる、うん、なんかやってないですね、やらないとね。ご飯もちゃんと食べてる、めっちゃ食べてるご飯。いや、もう今月じゃない10月ですね、私まだ10月に取り残されてるんですけど、10月は本当にねいっぱい食べましたね、出張先で。うん、なので本当に今月はちょっと我慢します。我慢できないけど我慢しますできないよね、本当できるかな、我慢しましょう。なんか気休め程度の1万歩やってるんですけど、今日も1万歩歩いてました。はい、程よく、うん、程よく行きましょう。頑張っていきます。誕生日だけはちょっと許してっていうのはダメ誕生日はさ、いいよね、誕生日だけはちょっと2個いっちゃうかもしれない。誕生日だって3食かき氷でもいいなと思ってるけど、ちょっとお腹がさすがに苦しいかも。でも誕生日ですから、やっぱり見習って、そんな誕生日だからって言うんじゃないよ、みんな。違う違う、みんなも誕生日はそんぐらいしていいんだよ、うん、私がおかしいんだ、みんなもやるべき、好きなもの食べろ、なんか関係なく、誕生日はさ誕生日だから、そうそう、美味しいものを食べれる環境に感謝ということで、誕生日プレゼントかき氷でいいです。はい、そうですね、かき氷でいいです。かき氷の予定ですね。でもなんか
ちょっと思うし、いいものも買おうかなとか思うけど、やっぱりなんか目先の幸せで言うとかき氷なので、はい、どのお店に行くか今悩んでいます。おもしれ女って書いてあった今。かき氷、いや一番長くない？私のことさ、ずっとさ見てる方特に思いませんか？もちろんいろんなものに今まで食べ物ハマってきたんですけど、多分最長なんですよね。怖いよ怖いよ。コーヒーに関してね、あ、コーヒーはあの好きです。コーヒーのこと好きなんですけど、別にあのコーヒー今日も飲みましたってぐらい、あの全然飲んでるんですけど、投稿しなくなっただけなの本当に。マジで飲んでる。まあ確かに毎日飲むっていうあの使命感は ないんですけど、めっちゃコーヒー好きです。私コーヒーのこと飲みます。はい、今日はラージサイズのコーヒー飲んでましたから、はい、そう、全然あの一度好きになったものは全部好きなんですけど、多分これから先もハマり度数でいくと本当に一番かもしれない、かき氷が。なんでこんなかき氷の話してんのって思ってきた。うん、思ってたら、ね、食べたくなるし、なんかいつも思うんですけど、私なんかのかき氷アカウントやってるじゃないですか。かき氷アカウント開くたびに食べたいくなるんですよ。なんか自爆してて毎回、うわっ、自分で撮った写真に自分でやられてて、毎回ね、毎回それやってんの本当に。うん、今日のコーヒーやってほしいって。本当に？たまには？ああそうね、本当ね、なんかね、インスタのストーリーも、え、違う、今日のコーヒー始めた理由覚えてます？確かね、私がもう少しあの投稿頻度上げようみたいな気持ちのノリで始めて、そういうのもあったんです。今日のコーヒーって毎日あげてたの。だが見てください、もう最近の私は本当に投稿していません。やばい、投稿しなきゃ投稿しなきゃと思って、あのそうそうそう、投稿しなきゃと思ってるのに、あの公演のお礼しか投稿してないです。最近のストーリー本当にダメですね。あ、もう今日のかき氷っていうレベルかもしれない。もう名前を変えて投稿すべきかなってぐらい。かき氷アカウントわざとずらして投稿してて、なんとなくあのかき氷の情報を。だからでもさ、ちょっとオンタイムというか、結構食べた日に投稿しないと、あの何ですかね、私がこう貯めちゃう癖があって投稿できてないっていうのもあるんですけど、そうなってくるとかき氷屋さんって 1,2 週間であの変わっちゃうんですよね、あのメニューが。だからあのそうなの、だから早めにあげないと、もし同じの食べたいなとか気になるなって思った方にとっては、え、終わってんのかよってなっちゃうことになるから、できる限りあげたいですね。なのでちょっと、はい、かき氷更新します。ちょっとそういえばそうなんですよね。全然メニュー変更多いのは、でも私みたいなこのかき氷好きの皆さんはめちゃくちゃ嬉しいんですよ。行かなきゃ行かなきゃってなるかき氷屋さんの作戦みたいなところもあると思うんですけど、あのいろんなね、あのほんと旬のもの使ってるお店が多いから、だからこそフルーツとかのかき氷だとね、やっぱこの時期はこれみたいな。なんでちょっと読めてきたんです最近。あの1年経って気づいたことは、あ、次は何のかき氷が出るなみたいな、なんかもう予測するようになってきたことですね。いいとか悪いとかよくわかんないんですけど、まあそろそろこの季節かなみたいな、なんか一周しかまだしないけど、なんとなく去年これだったし、やこれ来るかなみたいな、なんかあの読めるようになってきた。うん、そうで、フルーツとかの旬を知るようになった。うん、そうですね。
やばいですね。そう思います。私もなんかこんだけね予測できるようになると思わなかった。あとなんか一周1年後にしか会えないんだと思っちゃうんですよ。最近思ったのが、1年前に食べたかき氷に再会したりとか、それ逆に言うと、あ、これもう1年後しか食べれないんだっていう理解をするっていうか、1年に1回のこのかき氷なのかっていう沼るポイント多いんですよ多分。かき氷ってずるいですよね本当。うん、なんあれやばいんですよ本当に。あ、それが良くないと思います本当に。そう、また次出会えるのいつかなみたいな、毎回、あ、毎回織姫と彦星、確かにね、私織姫だとして毎回違う彦星がいるみたいな、どういうことやねんでもそういうことが本当1年に1回会えるかな会えないかなみたいなことしてますから、毎回毎回一期一会と思いながら食べてますからね。もう本当にそうだよね。気づいたらさ、そう、もう一回食べようと思ってたやつがね、今日で終わりですとか、ね、急に来んの、え、今日で終わりなのみたいな、え、もっと前に言ってよみたいな、え、だったら言ってたよみたいなことも結構もう一周した今でさえあってて、今日もあったよ、黒木の紫芋っていうあの芋のかき氷、今日で終わりますみたいな、なんでよって、待って待って、告知遅くないっていうね、嘘でしょと思って、うん、そういうこと。だからもう次食べれるのまた1年後なんですよ。マジか、紫芋とね、また会えるのは1年後かって、うん、限定品が多いっていうのが良くない。私期間限定って、もう四字熟語一番弱いんで、もう期間限定、数量限定、はい、もうこちら2個並べられたら食べますっていうぐらい、あのこの2つの四字熟語が私のあの食べ物の肝になってますね。アイスコーナーとか良くないですね本当に。期間限定、数量限定、あ、買いますってなっちゃうタイプ、本当にまんまとやられます。弱いです、分かりやすく弱いです。ってことで今月は1日1個を目標に、1日1個まで、別に1日1個が決まりじゃないです。食べなくていい日もあります、食べれない日もありますから、あの食べるとしても1日1個が今月の目標、注意マーク誕生日を除くこれ大事、注意マーク誕生日を除く、うん、それ以外の11月はわー結構辛いわ、ほんと辛い、でも結構辛いですこれ実は、ほんとに辛いな、頑張っていきます。誕生日は、誕生日の日はね、どこにどう行こうかな楽しみます。ちょっとはい、かき氷の話しかしてないんですけど、後半じゃあ私の推しの話ばっかりしてるんですけどそうじゃん、今日開封動画から始まってかき氷の話で終わるっていう、ちょっとあの推し祭りをしてしまいましたという、いい推しの日でした。次の配信はきっと、そうね、誕生日になるかな、誕生日の配信しようかなとは思っていますが、うん、できるかな、うん、できると思います、はい、多分もうすぐですね、ちょっと信じられないです、はい、あと4分、いや今日という日が終わるのがね、やばい。じゃあランキング読みます。どこだ、読みます。13位たまご豆腐さん、12位エビちゃんとマーク、なるちゃんは自慢の推し、ありがとう、推しの日だ。11位ムッタ、ありがとう。10位カイカイアットマーク、今日も可愛い大好き、なるみ推し最高です、ありがとう。9位筋肉愛好家、ありがとう。
8セーラーズポンさん、あれ7位、ナッチアトマーク沖縄スパム T シャツブームスパム T ね、私も持って帰ってきたよ。6位、光アトマーク、いい推しいい派の日を迎えてください迎えます。いい派の日がすぐそこだよ。もういい派の日っていうかね、8にいるときはいい8の日って言ってたんで、やっぱいい8の日にしよう、派よりはね5位、立山元気アトマーク、カラオケ楽しかった、自慢の推しでした、ありがとね、この間の半身だ、ありがとう。4位、かすみんアトマーク、今日も宇宙一かわいい、これからもずっと一押し、ありがとう、嬉しい、一押し。3位、くらぐり、推しが尊すぎて毎日がいい推しの日ですが強気ありがとう、やったね。そう、日々いい推しの日にしたいのよ私は。そうよ、サイバイアットマーク、今月の目標、体重4キロ落としたい、頑張ってください。4キロか、結構厳しいですね。あの PFC バランスをしっかりとって頑張ってください。1位、キンキンアットマーク、好きです、どの女性の中で一番なるちゃんがいや詰まっとれないかいやばい、もう実